D テクノメディアマジック。ニューパズマツさん、新品卒業計画。はい、今回もやっていきたいと思います。ですね、メンテがあるらしいですね。今収録日は、11月の14日の、まだ日またぐ前なんですけどね。まだ、夜あたりです。で、明日の2時から4時半までメンテがあります。アプリのアップデートがあるらしいです。あとまたね、お始末ガチャ、超お始末ガチャがあると。一向に引けてません。やってるんですけど、一向に引けてません。これはまあ、なってないので、まだ行ってないのでいいんですけど。で、今、なんとか104までクリアしたので、105でようやく先のストーリーが見れるので、なんとかここまで行けたのでね。ここは指定ブロックね。さあ、行こう。いや、ちょっとクリアしたいと思います。ちょっとできるのかな、これで。あと、シャッフルのと、チャララララランっていうのが、鳴らなくなりましたね。こなするからなのかな、削ったのは。もう一段階。こっちも同時進行だ。あ、こっちは終わった。で、檻はゼロ。水か。でもここの位置で壊したいな。次どうする？ちょっと待ってね、重始末。あ、これいけるか。よし。あとは真ん中の4つだ。どう壊すかな。まあでも入り口は壊していいか。で、おいいね、なかなかのいい具合。おただ単数が足りないな。単数が厳しいな。それやっちゃうとさ、ガイドさ、お注射見せてやれ、重始末。そのガイド通りやっちゃうとさ、詰まるんだよ次が。どっちみつ詰まってるけどね。あと、ハラマス兄さんがあと1か。どっち壊そうかな。何それポコッといけそうなやつだ、こっちだ。さあ、あとは開くだけ。星を取るだけなんだけど。すごいな。そして間に合うのか。あ、紙が。注射。さすがマイプラザ。何を消せばいい。重始末だな、これは。残り5ターンか。4ターン、3ターン。一応クリアはした。
クリアはしたしたけど、ステージクリアする。星さんの壁が熱い。まあいいか、いつもはここです。 CM 見てるんでね。俺たちの世界へ。星さんが遠いな、ちょっと。まあでもクリアはしてるから最低限見せることはできるのか、その先をね。お、これは美味しいね。お、いいね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 。消え方いいね。で、お、注射ドゥン。さすがマイプラザ。自走はこれか。でしょ。いいね、いいね、いいね、いいね。俺の真の力を見せよう。これはこれはどうするかな。ここだな。よし、注射ドゥン。お前なかなかのターン数だな、残りが。こっからなんだよなでも、まだクリアはできてないんだよな。そこが残ってる。よし、これでまずクリアはした。あとは星までなんとかいければいいけど。ガード的にはそこなのか。まずここだな。お、これは発動するかな。俺の真の力を見せよう。で、縦に重します。2の場所で砕く。いや、普通に岩砕いた方がいいか。ここでいっか。ああ、動かしちゃった。4個動かしちゃったな動かさない方が良かったかもしれない。そして訪れが発生と毎回訪れするな、何かしようとすると。よし、いけるかこれ。続いてはいるけど、あー弱いなこれだと。すごいな。いけるか、いけるいけるか。あ、いけるわこれ。これいけるね。ギリ、あ、いけるいけるいける。よしよしよし。する俺。よし。よし。よし。オールスリー。あ、じゃない。一箇所また取ってないし。93残してた。頼もう、頼もう。新品を卒業したいんだ。はい。
って。嫌な予感が。あったーって。あかん。ん裸白衣初めに見た人は好きになる。おーノーちょっと待ってね、まずはここ飛ばします。エピソードクリアしたけどクリアしてないじゃんっていうねなぜ飛ばしてたんだろう。次第4弾。今はしない。ちょっと待ってマジでクリアしなかった。難しかったからかな。ちょっと再チャレンジしてみましょう。さあ行こう。うっそ2個だったあ、完全クリアしてなかったんだこれシャッフルじゃないな。上残ってた。ようやくシャッフル。行ってシャッフル。ちょっとそこそこいいコンボができてくれるのは嬉しいんだけど、こっち飛んでった。お前ならできる。これは上を壊して削って、そうだな。俺の真の力を見せよう。すごいね。あーでも手紙もあるんだなまずでも固くなに、よしで、まずこうだ。でこう来た。もう一個の手紙。左に行きたいんだよな。できれば。でもこうするか。お、いい感じで中間がなんか面白いのできた。やれるかな。手数がもう足りないんだよな。どうしようか。すごいな。なんかすごいことなってるけど俺の真の力を見せよう。すごいね。これは起爆をしたいから、これはこうだから、どうでもいいや。縦のどれでもいい。
あった。炭水値でなんとかなるか。これでなんとかボーナスでなんかなんとかなんないか。ギリギリだな。ステージスコア2000だったらいけるか。俺よし。よし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 。これで全部クリア。よし、全部コンプリート。そして、エピソード報酬。チビタバズーカ。そして、ジュエル50個。福引きと。あ、3枚になったね。じゃあ、福引きチャレンジだ、これは。ってことは、次の F6 が出るんだな。誰だ。お、キューティーフェアリーかな。おお、やっぱりキューティーフェアリーが来た。まあね、もうすぐなんか松捨て2もね、情報どんどん解禁されてくると思うんでね、それも楽しみ。何気に松捨て2の話になったかわかんないけど、なんとかクリアできたからよかったな。ふう、ちょっとここだけチラッと見てみようかな。チラッとね。106。さあ行こう、俺たちの世界へ。難しくなったりする、やっぱり。まあ難しいよね。そりゃ難しいよね。もう早くもシャッフルになる可能性が高いんだよな。ん？あ、解放したか。じゃあこうだ。やっぱシャッフル来たね。まあこっちが先だよね。でこれ壊して、お、いいね。何回壊れたけど、上から降ってきたのは粗末兄さんだから。そこは壊せたな。あ、おーおー、ただな、いけたけどもなんだよな。あ、まずこれで檻は2個、ね、壊した。とりあえず重始末で延命だ。あとこの2個なんだよな、下のこの2個どうしよう。考えているのか。これぐらいしかない。よし、俺の真の力を見せよ。あれ終わったんじゃないこれ。こうでしょ、終わりでしょ、終わった。あら早い。あ、いけるな、これなら。8ターンあれば十分だでしょ。すごいな。いった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 。これ余裕のクリアだ。よしよしよし。ステージクリアする、俺。オッケー。
ここもステージ長いな、意外と。はぁ、ここまで来た。あとこれ一応ガチャもね、ちょこちょことやってはいるんですけど、今日のもやっちゃったからな。キューティーフェアリー以外にはあと増えたのいないんだよな。基本、前のままなんだよな。うん。君に天国を味合わせてあげる。これは 3.5 話ですね。松汁ですね。フアリートリック。強制シャッフル。ああ、シャッフルされるのも、どうかだけどね。確か、全部一緒だったっけ。あ、強制シャッフル。あ、全員一緒だ。なるほど。全員一緒でした。せっかくだし。一回ガチャしたいな。なんかできるガチャ。これまだ。これかな？一万使ってちょっと、ラグラン狙いで。久々にこのノーマル。勝負だ！燃えるぜ！勝負なのかな、これ。全部これだとわからないな。あ、ごめん、かぶっちゃった。これかぶってるか。これ初じゃない？やっぱりラグラン重始末。ラグランもシンボイスなのかな。らしい、らしいじゃない、ノーマル。あ、スーツは、うん、あまり持ってないから、ノーマルね。でもこれ、まあそんなもんでしょう。これかぶり。なし。なしもね、必要なんでね、どうしても。あ。ごめんね、かぶっちゃった。安定のかぶりだね。へその方でもな、十四松のラグラン2回。結果3回かぶってんだよな。これ持ってたはず。よくあることだ。まあよくあることですけどね。なし。こんな感じか。うん。新規2体。新ボイスなのかな。これでどうかな。新ボイスだね。ラグラン。ズボンは海パン。これは公式のね、ツイッターで。公式っていうか、作画してる方のツイッターだったっけな。誰だったっけ、誰かのツイ、どなたかのツイッターであったな。おお。シンバさせてみたいんだよな。十字末に関しては、まあ後でやっときます。なしもまあ引けばたまるんでね。あとは出入りもあるので。というわけで、今回は100何もだっけ、107。だから106までか。106までクリアしました。というわけで、今回はここまで。